気にせんとやってます。もう忘れちゃダメですけど、気にせずもうすぐやるんで、まあ、この悔しさはほんま忘れんとね、あのけど気にしちゃダメです。はい、めっちゃ恥ずいっす。コロコロすぎっす。大阪です。これはありますよ。見ますもん、ここ。今日っすか。いや、ちょっと足元で受けすぎたっすね。もうちょい裏引き出して、はい、やっていいです。もう無心で、真っ白ですね。もう、なんていうんですか。白い紙に、今から絵描くのって感じで。自分のまあゴールパフォーマンスですね。もうロマンですね。もう、はい、男の勲章ですね、サッカーは。前田選手ですか、うん、希望っすね、Jリーグとは違う、南米のスタイルのチームとゲームができるということは、我々にとって非常にいい経験ですし、選手の成長にもつながると思っています。去年の、ナビスコジャあのカップのチャンピオンということで、このような試合をできるので本当に嬉しく思ってますし、やるからには勝利しか考えてないので、まあ、勝利目指してしっかり頑張りたいと思います。選手たちも精一杯戦いますので、ぜひエクパースタジアムまで足を運んで声援してください。子どもたちが外で遊ぶのは大好きですので、園庭を芝生化してくださるということで、安心して走るんじゃないかなと思ってます。芝生になって気持ちがいいというご意見をよくいただきますし、運動会なんかを芝生の上でやると盛り上がっているかなということがあります。保護
者みんなで手伝ってくれて、地域の自治会長さんたちも手伝ってくださるので、地域皆さんの力をで子どもたちのためにいろいろやってくださっていることが形となって現れるのでいいんじゃないかなと思ってます。今日も始まりました、武藤は食べた、食べに行こう、yeah. 夜食屋ラーメンみんみんさんに、ちょっと聞いてみたいと思います。新しく出した豚骨担々麺がおすすめとなっておりますので、夏場にやっぱり暑い時にこそ辛いラーメンっていうのはおすすめできると思いますので、いただきます。やっぱ辛さ来るね、後からね。ごちそうさまでした。じゃあ次行ってみよう、yeah. 2軒目はシラックスさんです。ちょっと店長さんにお話聞いてみましょう。ここのおすすめは、国産和牛串です。当社ならではの国産の和牛を、抹茶塩で味をつけて、提供しています。セワルにも入ってるんですよね。ジビロを愛する会社ですから、表情に愛する表情が出ております。これ欲しくなっちゃいますね。ごちそうさまでした。到着、次は MC フードサービスです。店長さんに、ちょっとお話聞いてみましょう。ここのおすすめは、オムライスになります。卵を2つ使ったとろっとしたオムライスが自慢です。スタジアムでもそういった本格的なオムライスが食べられるように作っております。いただきます。とろっとした卵は美味しいです。でもボリュームもあって、これだけで十分お腹いっぱいになるんで。レイ、ごちそうさまでした。グダグダいいだろ。ジュビラ TV プラス、8月はコマの誘致です。ぜひ見てください。